ニアンリミテッドニアンリミテッドは1991年にベルギー出身のプロデューサージャンポール・デ・コスタと T99 で活動したフィル・ワイルドを中心にメンバーが集結し結成されたハードコアテクノに関する制作プロジェクトであるベルギーで1988年から1989年にかけて流行したニュービー,イートのスタイルをポピュラーよりに進化させた 1991年から1996年には、ラッパーのレイ・スライ・ジャンハド、ボーカルのアニータ・ドスの二人のスリナーム系オランダ人が、フロントマンを担当。1998年から1999年には、ロミー・バン・イアンとマージョン・バン・イワルデンの二人の、オランダ人女性がボーカルとして、フロントマンを担当。2009年に、レイとアニタで、レイアニータとして、 実質的に再結成を果たす。2010年1月11日にアニータが乳がんにかかっていることを発表。現在、治療休養中。レイとアニタの二人は、ベルギー出身のフィル・ワイルドとジャンポール・デ・コスタのプロデューサーチームによって見出され、1991年にシングル、Get Ready for This でデビュー。ニュービートから受け継いだ。 重低音を含むシンセベースとアシット感を持つ軽快なシンセブラスを駆使したダンサブルなサウンドは各国で大ブレイク。ハードコアテクノブームの立役者としてヒットを連発し、1992年のアルバム Get Ready はヨーロッパ各国で驚異的なセールスを記録した。続けて1993年のセカンドアルバム No Limits 1994年のサードアルバムリアルシングスも世界でヒットした。日本でも当時大流行だったディスコジュリアな東京を中心に大ブレイクした。東京ドームでもコンサートが開催されるほどであった。彼らの音やメンバー構成は積極的に洋楽の流行を J-POP に翻訳した小室哲也にも影響を与えており、1995年に 活動を開始し、日本国内で大ヒットを飛ばしたグローブの着想元にもなっている。ちなみに、1993年に1位を獲得したノーリミットは、フジテレビ系深夜音楽番組 BE という系でもナンバーワンを獲得。この時期に人気を博していた、吉本インテンネン素材にもテーマ曲のように使用されていた。1996年に、レイとアニタが脱退。 1998年には女性二人がボーカルを担当する形態となり、ヨーロッパではワナゲットアップをヒットさせるが、レイとアニタがいた頃の輝きはなく、99年に解散。その後、2000年代に入ってからもリミックスアルバムが売れ続け、トランスブームによって再び注目されている。レイとアニタはヨーロッパのビッグフェスティバル等に呼ばれ、ニアンリミテッドの かつてのヒット曲は大人気となっている。初期にリリースしたアルバムの最後には、数々のヒット曲とは、対照的な、透き通るようなバラードを入れていた。こちらは、一長すると1980年代 AOR 的で、あるが、1990年代の楽曲らしく、ラップが主体となり、歌唱のメロディラインも温かく、ポップなものになっている。初期バラード作品のほとんどはシングルでは、 リリースされていない。初期バラードの曲目リストは EN e t e r n ー・ユア y y a r s に記載されている。順位は全英週間シングルチャートの最高位。ありがとうございます。